こんにちは、すよです。今日はですね、お昼に中国の料理を食べたいと思います。場所は立花立花湯の一本路地入ったところです。見えてきました、セブンイレブンの向かいの通りの有名なミンクっていう漫画喫茶の横ですね。こちらヤンヤン火鍋、こちらで今日はランチを食べたいと思います。それでは行ってみましょう。今日のメニューかな、どれにしようかな、とりあえず入って決めよう。こちらがおすすめということなのでこちらにしました。牛肉刀削麺。はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。あ、こういうのもある。ビール餃子セット1000円、飲み放題もある。店内めっちゃ中国っぽい。ここ火鍋が売りだからね、火鍋。夜は火鍋のコースもあります。一回ここで火鍋食べたことあるんですけど、めっちゃうまいです。マーラーだ。マーとはホアジャオ、あ、花胡椒か。ラーは唐辛子の辛い。タンはスープ、マーラータン。麻婆豆腐のマー、ラー油のラー、タンはゆか。へえ、マーラータン。麺のコシがやばい。香川のうどんぐらいコシがある。うまい。卵うまい。このスープめちゃくちゃうまい。だしがめちゃくちゃ入ってる。これにご飯ぶち込んで食べたいぐらいうまい。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。おすすめです。これ違うやん、これや。あ、いいんですか、チャンネル登録。はい、じゃあ残したいです。で、 YouTube 開いていただいて、レフラー、LEFLAH です。で、沖縄、漢字で沖縄ですね。あ、これです。はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、先生。はい、食べてきました。最後チャンネル登録までしていただいたんでとっても嬉しかったです。ぜひ皆様も本場の中国の味を食べに行ってみてください。オーナーの方は中国の方なので、本場の中華行ってみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。